皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。タイトルにもある通り、掲示板を見てたら、GNI の会社の掲示板が、ちょっと荒れてるというか、最近はね、掲示板ランキング、1位は音響だったんですけど、2位アンジェス、シンバイオ、野村、アジア開発キャピタルらへんが、1位、2位、3位、4位を占めてたんですけど、昨日ぐらいからね、結構 GNI が2位になってまして、で、株価も昨日も下がって、でその後の夜間取引 PTS も下げてるみたいだったんで、ちょっと気になって見てみたんですけど、もともとバイオベンチャーというかなんで、毎年のね、売り上げはずっと右肩上がりなんですよ。で、会社としては順調ではあるんですけど、やっぱこの F351 という薬、今作ろうと思っている薬がですね、かなり画期的というか、できたら売り上げに相当な影響があるというか、かなり株価、売り上げ、営業利益というか、に変動があるようなものなので、それが、いつできるのかとか、次の申請がいつだったりとかの、やっぱできればその IR が出るときに買いたいんですね、出る近くというか。ただこういう製薬会社とかね、バイオベンチャーの薬のその進展状況、 IR 発表ってやっぱりすごい時間かかるんですよ。その薬なんで、実際その副作用があっちゃいけないとか、実際に効き目があるとか、その申請を出して国から許可を得るまでに、一つ一つのチェックというか進展にかなり時間かかるんですよね。それはもう自分がGNI をかなり長く取引してたんで、すごい痛感してるんですけど、今現在は持ってないんですけど、5、6年前、もうちょっと前ですかね、6年以上前で言うと、多分一番トレードが多かったのは GNI の時期もありました。なので結構この癖というか、株価のこのもどかしい感じはすごい分かりますけど、そのね、5年前に比べたら相当進展してるんですけどね。実際販売までいった薬もあるし、営業利益もすごく伸びてるし、ただ直近で出た、多分IR で画期的な薬というか、なんか多分そのバイオベンチャーというかね、薬を1個作るときに第1層、第2層、第3層、第4層みたいにチェックがあるわけですよ。で、多分最初の方は動物でチェックしたりとかね、いきなり人間にやるとまだ安全か分かんないとか、なんかネズミで検査したりとかね、でそういうどんどん治験とかいろいろチェックしていくんですけど、この多分ね、前に出たやつでその第3層、第1、第2、第3、第4って1個がね、6ヶ月1年とかももっとかかるんですよ。当然データ取ったり申請しなきゃいけないんで当たり前なんですけど、第3層スキップできるんじゃないかみたいになったんですよ。で、それで株価も反応してすぐ上がったわけですよね。
まあ、なんでかって言ったらやっぱ第2層の後、第2層6ヶ月1年待って、第3層また6ヶ月1年待って、で第4層6ヶ月1年待って、まあ、しかもそれ待って OK かもわからないわけですよ。ダメっていう可能性もたくさんあるわけですよ。ただこの第3層がスキップできるんじゃないかみたいな、特別待遇みたいなね、みたいな期待が高まってたんですよね。それはすごく大きいですよ。やっぱあの時期的にもすごい短縮できるし、あの、まあ、確率も大幅に上がるわけですから。ただ今その第3層のスキップができるのかできないのかとか、なんか4月には進展があるんじゃないかって言ってても、4月2日4月3日じゃないかみたいなこととか だと思うんですよね。まあ、そういうのも含まれて、ここ掲示板もあの2位になってるんじゃないかなと思いますけど、まあこの書き込みとかもそうですね、数ヶ月以内に F351 の早期承認や、まあ、他のネタも出ると期待してたので2500円まで上がったんですけど、それいつ出るか分からなくなったという。会社の方針として早期申請、治験申請の選択じゃなくて、第3層の治験をしながら早期承認申請を当局と相談するというベストの方法を決定した。まあでもそのやっぱ現場のね、ベストな、まあ、状況というかね、あるし、まあ、やっぱ難しいですよね。まあ、その道のプロにしか分かんないですよ。ただあのこの会社は実際こう新薬を作ったとか、あの販売まで行ったっていう実績があるんで、そこはすごく信用してるんですよね。まあ、売上も伸びてるし、あの今みんな不安になってるのは、遅れんならまた後で買うよみたいなことだと思うんですよ。あの買いたいんだけど、ちょっと時間が、持ってる時間がもったいないんで、あのちょっと先延ばしなら買うのも先延ばしにするよっていうことなんですけど、まあ、あの正直自分も毎日この株価自体をチェックしてて、やっぱ安くなったら入りたいなっていうのはあります。で、最悪ちょっとマイナスになっても安心して持ってられるなっていう銘柄ではあるんですよ。結構自分的には信用してるというか、まあ、長い付き合いの銘柄なんで、まあ、おそらく、今掲示板2位に、アクセスランキング2位になっていたのはそんなことじゃないかなと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。